なんかオリジナルなものがなんか作れたなって思うんですけど、なんかそういうのとかも。ああ、じゃあここに売ってるのとかっていうよりかは。そうそう、なんかそういうの。僕はなんかオリジナルのものとかをなんか作りたいなって思って、それっぽいようなものとかってなんかオーダーとかで作れたりします。大丈夫ですか？まあ、例えば、はい、メーカーで出てる既製品のシャツに、はい、入れたいマークを入れる方法と、かっけー、めっちゃかっこいい。え、すごい。こういう、うちのオリジナルのプリントじゃなくても染めてあるシャツ。お、へぇー。ほんとだ。剥がれる心配一切なしよっていう。何すかこれ。これデザインを起こして、え、それをこう、布だぞこれ。縫い合わせていく。そう。これを切って、ちょっと縫製とか。あー、なるほど。こうやって、この状態見たことある？いや、ないないない。この状態で見たことないね。めちゃめちゃサムネだね。こんな光景見たことある？これって使ってるんすかね。使ってる。入団します、辻 FC。社長さんとこやってればもう。いや、そうだね。入団会計。契約。これめちゃくちゃレアじゃない？この状態で見ることなくない？いや、ないないない。ちなみにこういう状態、全部プリントの状態だと、いくらぐらいで一着作れますか？1700。ちなみになんか、その、オーダーとかで、一番安く済ませるどういうタイプ？まあ、この辺はもうどっちかというと高い部類。他の普通の既製品ってシャツだけで2000いくらとかなんで。このシャツは定価が大人サイズは2500円。 あとはそれにマークをどんだけ入れるかでプラス上乗せ。どうなんだ、一着がどのぐらいに作れるか、作れるかによるよね。胸番号、はい、チーム名なのか、生地のワッペンを使って入れたいよとかってなると、はい、これすごいな、うん、これマジですごくない？すごい、背番号ジカさん99番でしたっけ？俺9で行きたい。ゴールさんどう？欲しい、これ。これスポンサーとしてつけたいやつ。こういうとこにつけれるんすか？あ、全然つけれる。へぇ、例えばこれつけて大丈夫っすか？公式戦はダメか。あ、なるほど。なんか僕らがなんか動画とかで。あ、全然いいっすよ。なんかマジですもん。ちょっとまあ5500円ぐらい。なんか一着オリジナルで作っても面白いね。ねえ、すごいぞこれ。もうフラメンゴじゃん。フラメンゴとラグビー日本代表よ。こういうカスタムユニフォーム、はい、色がこうカラーチャートがあって、ここ何色ここ何色ってできるやつ。でもこっちは完全にチーム専用だから、最低ロットが、ね、発注するのに。ああ、うん、そっか、うん、なるほど。枚数がそう、1枚で単発でっていうとこういうのになる。アンブローシングのやつだとこういう感じ。はいはい。でも普通に本当にユニフォームだ。え、これアディダスはあるんですか？アディダスもこういう風に種類はいろいろ。まあちょっと高めのやつもあれば、はい、こっちのだと29とか、肩の3本線と脇に色が切り替える。メーカーによってイメージするカラーもあるから、プーマはこう色いっぱいあるけど、アディダス黄色ないよとか。ロゴがいくらぐらいでしたっけ？ロゴがね、800円ぐらい。それで800円ぐらいでなんか、オリジナルなんか画像やれば作ってくれるんですか？うん、PDF かなんかでね、はい、くれれば、それそのままマーク屋さんにズバリで作ってくれって言えば、フルカラーで。はい。ええー、そうなんだ。え、マジで、出るか、じゃあ。ねえ。あ、じゃあ、どうする？ NG 君の背番号10で作る。あ、いいんじゃない？ 1 個だし。それ一回作るか。でさ、ちょうどオレンジあるんだよ。俺ら赤と緑使ってるけど、あえてのオレンジもあるじゃん。はいはいはい、ちょっとエスパルス風な感じで。うん。そうするとプーマの方がいいのかな。エスパに寄せるんだったらプーマの方がいいかもね。オフィシャルの番号は使えないけど、はいはい、同じ書体のデータが多分あると思う。はい。あ、それで10番なら10番って入れたりも。で、エスパルスって字が入ってる。はい。だからそれなしでいいよだったらできると。全然いいね。うん、全然いい、全然いい。え、じゃあそうしよう。そうだね。それ作ろう。うん。で、ロゴだけ、うん。エイジユナイテッドのロゴを作ってもらう。うんうんうん。で、7000円でできるオプションをちょっと、そうだよ、ね。確認して。え、そのワッペンって、なんか刺繍とか、そういう、なんか、あれもあるんですか？刺繍でもできるけど、はい、値段が、刺繍は高い。え？全然飛ばします。ああ、結構刺繍が高いんだね。7000に収まればって感じだね。確かに。オスレフから、はいはい、最近フルカラーのワッペンとか。ああ、そうそう。あ、これはちょっとこっちはもう染めてあるから、あと肩が後付け。ああ、うん。IAI は染めてある。うわ。こっちは後付け。IAI だな。IAI の雰囲気出してな。まあ最低限のものとりあえず入れて。最低限は前後ろの番号、ワッペン、
ゴール人形J リーグの部分に入れたら入れて、はい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 、こういうのが刺繍ワッペン。あ、もう元々刺繍のこれがあった状態で圧着して、はい、さっきのプマのあれはもう直に、そうそう、やばいな、ユニフォーム作るのって、ね、シャツに、はい、名番、背番、ワッペン、はい、ワッペン、うん、個人名で、はい、ジャスト7000円。結構つけれるぞえ、これって例えばプーマじゃなくて、なんかメーカーなしとかもあるんですか？いや、思ったんだけど、プーマじゃなくて、そこゴールさん入れても、あれじゃない普通。ああ、だからそのアディダスロゴとか、プーマロゴがあるところにってことですね。そう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 。まあ、無地シャツ、ドライシャツ。あ、ここに入れるのありだね。これもなんかユニフォームみたいな。これは基本的にはただのドライ T シャツ。ああ。ユニフォームでは。あ、なるほど。あ、レンジグレーかな毛色。はいはい。これなんか、これかっこいいな。ねえ。なんかさ、せっかくさ、ゴールさんでね、作らせてもらったら、なんか、ついでた方がさ、確かに確かに。特別感ない。え、これも付けれるんですか？ゴールさんのやつ。例えば、プーマのとこ、位置にこう。うん。それやりたくない？いや、やりたいね。1800円だから。PG のワッペン。ペン。ゴールワッペン。ゴールさん。胸番号。はい。胸番号。はい。名前。はい。7000円でお釣りなく。それで行こうよ。マジか。そうだね。それで、でも7000円でお釣りたらガチャやろうぜ。え、それでいい、なんか注文したいんですけど。はい。全然大丈夫ですよ。その前に一個だけ、はい、そもそも論なんですけど、はい、7000円フルで使うって話になるんだったら、はい、フル消化で好きなデザインのものができちゃう。消化の場合は、マークが全部デザインに組み込まれるから、マーク代がない。え、あ、ちなみに、なるほど。フルのやつっていくら、7000円で。変な話、あのエスパのユニフォームで、はい、権利のあるものは入れられないけど、はい、柄とかもそのまんまって言えばそのままでいけちゃう。え、マジっすか。え、じゃあそれで、例えば、ゴールさんの、そのロゴをデータでもらって、僕の配置してポンって、送らせてもらえばそのままいけるって感じなんですか。要はこういう表面のデザインと裏面のデザインを自分でこう、作れるなら作ってもらっちゃって、はい、それを送ってもらえば、このデザインっていうのは、なんかその型みたいなのあるんですか？お客さんがこう手書きで書いてきたのを、はい、なんか工場にデータ化させて、はい、それをこうチェックして、あ、え、それでも出来上がってくるってことだもんね。だから変な話、こんな、こう、きっちりした形じゃなくても、正方形を3つくっつけたみたいな、こう、形で、はい、大体のこう、イメージ、デザインさえ分けば。あ、ここ何色みたいな、叩き台を作ってくれれば、それが一回まず第一にデータ化されたものが来て、はい、こう手直しをしているというか、はい、え、そっちの方が良くない？そっちの方がいいね。一時間と手間はかかるけど納得したのはできる。ああ、それ作ってみる。あと一旦そういう決まったデザインがあれば、はい、そこそこういうものにこう、この上は実際に着てるユニフォームをベースにこうデフォルメして、はい、キーホルダーっていうかストラップって感じ。キーホルダーとかもいいよね。え、作りた。よくよく考えたら、例えばオレンジにしなくても赤緑とかでも LED ナイレットカラーでも全然いけちゃうのか。それすごいな。そっちで作ろう。こっちの確かに。マジで散々盛り上がった。いや、すごい面白い話で。面白いよ。めちゃくちゃ面白くない、うん、これなんか作るのめっちゃ俺楽しいんだけど選んだりするんだ。じゃあ、ゴールさんのこれは入れても大丈夫なんですか？大丈夫です。作っていきましょう。そうだね、はい。作ってるやつとかちょっとシリーズ化しても面白いかもしれないね。どういう風にちょっとデザインしようかみたいなやつ撮ったり。そうだね。これで作っていきましょう。いきますか、はい。だからまあこれを作る合計金額が7000円ということで、まあ今回はこれをまあちょっと長期的にはなるんですけど使っていくという形で。ね、ということで7000円でまさかのユニフォームを作るというね、ことになりましたけど、まあこれはね、おいおいね、動画の方で。出していきますんで、皆さん楽しみに待っててください。よろしくお願いします、はい、ということで今回もゴールさんありがとうございました。ありがとうございます。ショップゴールさんね、辻店、買いに来てください。そうですね、はい、ということでこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。